爆テロ以上の効果的な兵器がテロ組織側に必要でした。そうして作り出されたのがサイボーグ改造人間。これらが創造した細胞を一つ長い物語です。お茶でも入れるから。もうあの子がここに帰ってくることはない。諦めよう。しょうがないことだ。少し落ち着いたらまたペアレントの申請をしてみるか。大佐に子供を見つけてもらって、可愛い子を、今度は男の子がいいんじゃないか。あの子は、あの子は私の子供。あんたと私のたった一人の子供、他に変わりはいない。お前の気持ちはわかるが、こうなってしまったんだ。もうしょうがないじゃないか。新しくもらう子供だってじきに可愛くなるさ。ナインの時もそうだ。その子だって大きくなったら大佐の手術を受ける。戦場に行くんでしょ。それはそうだが、大佐に逆らったら生きていけないじゃないか。子供が大きくなる前に戦争が終わる可能性だ。そんなことあるはずがない。あんたが一番分かってるくせに。いざとなったらこの手で。それがたった一つ俺たちがナインにしてやれることだ。
かく既存にほっぽっと行こう。繋いでくれ。かなり長時間加速状態で戦闘したようだ。15分、20分以上、限界ギリギリだ。バイタルスピードが 25% に自動減速中、20まで下げて維持、体温と酸素をサポートする。どうしてこんな無茶をしたんだ。神経系が焼き切れても不思議じゃない。下手すら脳が溶ける。待って、何か言ってる。敵機甲子団を一人で全滅させたらしい。ガザの難民キャンプをキャンプが襲われるのを防いだんだって。それは命令があったのかい。鼓膜がやられてるのかしら。よく聞こえないみたい。リアルタイムで話がしたい。あ、プラグで脳にダイレクト入力しよう。打ってくれ。それは出撃の命令があったのかい。違うって。お前は発見、いや攻撃してはいけない敵部隊を発見して攻撃した。戦闘中止命令を無視してだ。そう本部から連絡があった。父さんの言っていることはわからない。多くの難民が死ぬところだった。そう言ってる。この戦争にはいろいろと裏がある。お前たちは黙って言われた通りに戦っていない。さもないと困ったことになる。そもそも加速状態で15分も戦うなんて無茶だ。そんな計算外なことすると戦争のシナリオが変わってしまう。この戦争を早く終わらせようと考えている人たちが敵味方両陣営にいて、裏でこっそり手をつなぎ動いている。お前はそれを勘違いしてるんだ。嘘だ。奴らは戦争をいつまでも長引かせて甘い汁を吸うため
停戦中に難民キャンプを襲わせようとした。そして僕らが加速型サイボーグが作られたのも。一体何をしているの。じっとじゃ済んでいないと死んでしまうのに。戦う前にリミッターを切ったからいつでも加速状態に戻れるよ。一旦リミッターを切ったら二度と戻せない。どれだけ寿命が縮むと思ってるんだ。はい、取り返しのつかないこと。そうしなければキャンプを救えない。リミッターを切るのに 0.5 秒も考えなかった。お父さん、読んだんだ。父さんが屋根裏に隠してたギルモア博士の日記を読んだんだ。12年前、私が脳の数箇所に電気刺激を与えて人間の時間感覚とボディイメージを制御し、神経系統、循環器と筋肉のそれぞれを活性化強化する技術を合わせることで人間の活動を高速化できると発表したときに、学会は口頭無形と笑い飛ばして相手にしてくれなかった。唯一研究に投資しようと声をかけてくれたのはザイオンテクノロジー、ステーズ最大の受注を誇る軍事産業の研究部門だった。だが彼らは研究の一切を秘密にすることを条件にし、私は24時間厳重な監視下に置かれた。ザイオンの背後にブラックゴーストと呼ばれる秘密結社がいると知ったのは極秘研究がスタートして2年後だった。研究が成功し完成した技術を彼らに渡してから5年、ようやくブラックゴースト、国際金融資本と軍事関連産業の集合体が何のために加速型サイボーグ技術を使ったかが分かった。彼らはこの人体以外にさほどコストがかからずローテクな機器で管理できる技術を、政府軍ではなく彼らが捏造した反体制ゲリラ、密かに支援しているテロ組織に与えることでブラックゴーストの利益となる莫大な軍事予算を支える強大な油断のならない敵を作り出すことに成功したのだ。彼らは加速型サイボーグ兵器を新時代の自爆テロ、核兵器並みの危険な兵器と軽定し、政府軍の被害を過大に評価することでこれに唯一対抗できる人道的な兵器、軍事ロボットの高性能化を進めるための莫大な開発購入予算を議会から国民から勝ち取った。実際ステーツの軍事予算はベトナム戦争以降で初めて総予算の5割を超えた。だが全ては仕組まれた陰謀なのだ。ブラックゴーストは敵味方を問わずこのでっち上げ戦争の全てを管理している。軍事ロボットの性能、配備数は加速型サイボーグのそれと絶妙にバランスされ、この戦争が泥沼のようにいつまでも続くよう計算されていた。私は厳しい戦闘で酷使される加速型サイボーグのあまりにも短すぎる兵器寿命を伸ばすための研究に再び起用され、非戦闘時にスローダウンして脳のオーバーヒートと肉体の消耗を防ぐシステムを新たに開発することになった。ここには父さんのことが書いてある。 GB はゼミの優等生だった。ある意味私の研究パートナーだったと言ってもいい。私が直接技術指導をするためにパラナの大学に送り込まれて以来、これくらい熱心な研究者には会ったことがない。最前線で戦ったゲリラ出身だが、
改造型サイボーグをメンテナンスする役目を担うフェアレントに選ばれたことをきっかけにゼミに通うようになった。正直帰ってしまったのが惜しいくらい研究に情熱とセンスを持った男だ。加速型サイボーグ G タイプの9号を担当しているが、マニュアル通りで済ませてしまうペアレントも多い中で、今でも最新の研究成果について熱心に問い合わせてくる。9号はおそらく稼働しているサイボーグの中でも最高のチューニングを施され、最良の健康状態を保ち、能力は未だに向上を続けている。当然9号の挙げた戦果も驚くべきもので、政府軍からは白い彗星と恐れられている。 GB は戦果により与えられた報奨をまた9号のチューンアップにつぎ込み、9号の戦闘力、耐久力は実に最新の H タイプの2倍以上、つまり最高の数値だ。 GB の送ってくれる9号の戦闘時データは私の研究にフィードバックされ、I タイプ設計のための最重要資料となっている。父さんが大佐からもらった戦果の報奨金だって元を正すはブラックゴーストの汚いお金だ。ねえ、僕のあげた戦果でこの手のもたらした敵の死体の山で一体どれくらいのボーナス稼いだの？ナインなんてことを言うの、父さんの思いは知らないで。はい。はい。わかりました。はい。ナインの言う通りだ。決着をつける時が来たんだよ。まもなく他の00ナンバーたちがここへやってくる。大佐に捕まったらお前がどんなことになるか、それよりは楽に殺してやろう。父さんはただの人間だ。僕の性能を知ってるくせに。ああ、知ってると思う。お前の行動パターン、反応速度、長所も弱点も何もかもな。加速戦闘の消耗からも復帰していない。それが俺のチャンスになる。本気なの？もうお前に嘘はつかない。
お前が大きくなる前にと通信教育も受けたし、パラナの大学でも学んだ。資料も必死で集めた。ギルモア博士の日記もお子さんたちに譲ってもらった。だからそれはお前に戦果を上げさせるためじゃなかったんだ。俺と母さんはお前が可愛くて仕方がなかった。将来戦場でお前を失うことに耐えられなかったから、お前の性のアップに心血を注いだんだ。どんな戦場からでもお前が必ず生きて帰ってくるように。だからナイン、俺はお前に詫びなければならないことがある。俺もお前の村を襲ったゲリラたちの一人だったんだ。あの時俺はお前の姉さんをレイプした。怖かったんだろう。抵抗もしないで細い足を広げた。だが俺がもうすぐ行くって時に大佐が入ってきて、ナイフでお前の姉さんの鼻を削いだ。血が吹き上がり、目玉のひっくり返った花のない顔を見ながら、それでも俺は快感もないままだらだらとお前の姉さんの中に漏らした。あんなひどい射精は初めてだったな。あれは本当にひどかった。だからこうなる運命なのさ。いいんだよナイン。それでいいんだよ。私も昔お前と同じように襲われた村からここへ連れてこられて、基地にいる男全員に犯されたのに、この人と結婚させられた。この人はその頃まだ童貞だった。男たちに犯された時にあそこを銃剣でかき回されたおかげで、私は子供の産めない体になっていたけど、この人大事にしてくれた。その頃この人はまだ子供で、みんながバカにされていたけど、私に優しかった。本当は戦場でドンパチするのなんか好きじゃなかったんだ。お前を連れて帰ってイアレントになるって言って、これからは戦場に出なくていいって言った時には、抱きしめてキスをした。とっても嬉しかった。お前にチブサを含ませていると、そのうち本当におっぱいが出るようになった。ああ、この子は私の子供だ。本当に私が産んだ子供だ。そう思った。親子三人の暮らしは本当に幸せだった。
が、それって手術を受けるまではこの幸せがいつまでも続くんだと思っていた私も。あまりにも
が過ぎる悲劇を終わらせるためにいつか立ち上がってくれると思うんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。